桜からのパーンダウン。なるほど。でも結局人映っちゃってるからな、ちょっとモザイクせな、うん、YouTube って何じゃ似たような前。確かにこの木の柱がなんか珍しい。うん、木の柱珍しいなと思って。別に公式ですよね。結婚以上招待券公式です。今年の12月31日から1日から。おお、ありがとうございます。本日の飛行には1時半から。1時半だったんですね。あ、でも建て替えてるんか。我が国ただ一つ。こんなとこから何を思って見てたんでしょうね。こんなに天気でもこんなにすごい。ほんまですね、窓全開にしてんのに。窓全開でこれ。お姫様は暗い生活を送ってたよな。だから子供がたくさんできる。なるほど、うん、めっちゃ綺麗やな。めっちゃ狭いところ。あ、そうなんですね。え、あれ琵琶湖ですか。琵琶湖ですよ。お、掘りますか、なんか。さっきの玄関とやっぱり生まれた場所。生まれた場所で増築して楽々園の方、あの方が有名になった。あ、なるほどなるほど、うん、ここも鳥さんがいますね。ありがとう。
を販売してんのやろ。ニコリアですね、今毎日2回と3回お参加出ておりまして、この後ですね、場所を変えて3時から登場します。これもほぼ90度に近いんじゃない、3月3日やき、そうそうそう、旧暦のな、ひな祭りの前なんですか、そういう時に狙いよ、なんという、2と半な、うん、どこになった階段やな、はいはいはい、階段がすごいです、ほんまあれにせながらもね、DVD 用にせながらもね、すごい、もう忍者ですみんなね、これすごい、記憶以上にきつかったな、あれ確かに近くて何でやん、ここから狙いづらくない、お父ちゃん、中入れてよかったな、目的達成した、すぐには不便、確かに、これは不便すぎる、もちろん手すりないわ、複雑関係、そうじゃないと継がれへんから、ああそうですよね、あの次男になっちゃうから、大久保さんって書いてる、